まだだね。OK OK OK ですか。 OK でした。あーびっくりマーク。デフォルト画面721枚、 1.6% でプチューンない。さあ後乗せもなし、エンディングも、ね、出なかったです。やっとだ。あんだけ引いたら当たってもらわないと困るけどね。単発緑単発あやばい。ということで最後2966枚手に入れてからの、はい、最後ラスト1時間、北天使の犬と呼ばれた男とのマイフラワー対談。頑張るぞ。おで時刻が14時52分なんで、まあ、あと1時間ぐらい、あと1時間なんで A 点行って突破してちょうどいい時間なんで、あと1回初当たり見ます。もう個人的な3倍はもうプラス確定です。プラス確定。さあ非有力感のスイカで通常 B が選ばれました。設定差のないところです。397ゲームウォッチコインですね。いきます。アイテムチャンス1枚。ラストチャンスより個人的にレアパワードが好み。青かオープン。あーこれはやばいな。レベル2スタンダード告知。これは危ない。ラスト紫フラッシュ。リーダーは高設定しさないかー。ここで高設定したただ1回だけなんで何とも言えないですけど、あれが2回以上出たらいよいよかなというところです。そしてステップ1なんで通常 A 以外で鍛えてくるところ。ちょ天国だけ見ます。天国だけ見ます。で有利感開始10ゲーム以内にボールでアタックいかなければ実戦上天国なんですけども、ボールさんの煽り来ちゃってるんで今回はボールでアタックはいくと。この台まあ、これ旧作とこれ2で分かれているんですけれども、シナリオ管理型の。なるほど。 AT タイプ。 AT なんだ。で光れば 33% でシナリオに上がると。なのでとりあえず光って 33% 2連目させることによって内部的にそのシナリオ管理型の連チャンモードに移行できると。なのでその 33% を突破しなかったら、うん、その場で即やめ。あ32ゲーム即やめができると。なるほどね。それいいね。そうなんですよ、うん、ここが光るの。光ります。これなの。そのこれもモードが3つあるんですけど、こっちの場合あのランダムモードだとどっちが光るかは分からないと。でセンターモードだったら真ん中自分だけで楽しめる。サイドモードだとこれキュインキュインキュインっていうのがすごい気持ちいいんですけど、うん、このサイドランプが光るよと、サイドの誇張欄が光るよという。俺のは2個しかないんだよね。つまり中かす、あ、シーンモードですか、うん、だから何もならないモードとキュインなるモードとか。あーやっぱなるモード結構気持ちいいんですよ。はじめならない、鼻鼻はならなくていいと思うんですけど。おお、なった。こっちじゃないんだ。あれ勝手に揃う。負けなんだねあ、その後こっちが光るんだ。なんかその光り方によってあるんじゃないですか、ピッカクとか両方光ったらピッカクみたいな。あまあ知らんけどでもヘンデクほら
移動してきて1本じゃないですか。あ、1本だね。ほら移動しても今やめれたら勝ちっすよ。いやいや、俺はもう3万円使ってるから。あ、3万円使ってるんですか、うん、今いくら使ってるんですか。ちょうど3万円。ちょうど3万円。いや、まさか自分が、あ、レンチャン終わったりしましょうか。うん、あ、いいよ。レンチャンすんの。しますよ。あの、ペテン君、はい、人の話聞いてました。だから 33% 取ってたら、うん、シナリオのレンチャンモードで行くから。あ、取ってたらね。そう、だから32ゲーム熱いわけですよ。あ、なるほどなるほど。おそらくここで自力でレンチャンを勝ち取って、うん、1ゲームで取ってれば強制的に 33% 突破になると思うんですよ。おー、あ、終わりか。終わりました。59枚。お、そうだ、早く早く言われてますよ。これで32ゲーム以内。はい、32ゲーム以内連チャンかましちゃってくださいよ。なるほど。これだと1500枚出せばまくりっすからね。あ、そうだね。1500枚は多分出ると思いますよ。出る。あの、ちょっと持ったかもしれないです。今日北斗の最高枚数が550枚くらいだから、じゃあ全然あのマイフラワーの方がポテンシャル高いです。あ、とりあえずあのビッグ3連でいいんだよ。あ、3連で出るんだ。多分200枚ぐらい出ますよ。おお、33番突破じゃないですか。これ突破したんだ。したんじゃないですか。イエーイイエーイ。やったー、マイフラワー簡単。いや、俺が連れてきたんですけど。あ、そうだ。でも、平天君、はい、僕まさか本当に自分が YouTuber を始める前に、はい、見ていた人とこうやって隣同士で打てる日が来るなんて、ちょっとね、僕の中では結構あの目頭が熱くなるような、ありがとうございます、あのちょっと感動を今日覚えていて、そんなに、 こんなにね、緊張することなんか本当にないんですけど。そんなに言っていただいてありがとうございます。本当にもう感動しかないです。いやいやいや、本当に平天くんの動画を昔のガラケーの30秒ぐらいのストリーミングを、10分ぐらいの動画を20本に分けて寝る前に布団に入りながら30秒ずつ、昔はね、ね、うん、見れなかったからね。見れなかったですね。そう、30秒見るたびに今では考えられないですよ。2、3分ぐらい待つ。待つ、そうだよね。だから1本10分の動画を見るのに30分ぐらいかかったんじゃないかなって。かかる思いましたね。僕がこういう風に YouTube を始められてるのも本当にたまたま運が良くて、こういう風にね、呼んでもらえたのも本当にもうありがたいよね。たまたまこう見てもらってて、僕のことをね、知ってもらってて声をかけていただいて本当にありがたいです。ありがたいね。また一つ、ジャンバリさん、僕の夢が叶いました。ありがとうございます。まさかこんなに早く当てると思わなかったんで、うん、この当たらなかった時にこんな解析とか解説とかしないで、ああ、会話をね、ね、会話をしたいなと思ったのに、会話させんぞとばかりにここぞとばかりに当ててくる。ヘデン君、よっぽど話したくねえんだな。いや、そんなことはないけど。本当ですか。うん、さあ、同じだったら枠組みの白ですね。ってことは、あんまり連中に期待ができない。なるほど。早く早く。了解です。レジゲーム、レジオチャンス。残念。生で聞けたよ。1ゲーム連チャンチャンス。さっき何ゲームだったんだ。2、3ゲームで当たりましたよね。おーい、やったー、マイフラワー簡単。あの、え、北斗より出てんじゃないですか。北斗より出てる。よかったよかった。北電子の犬が火を吹いた。あ、まだまだまだ、今200枚、まだ200枚。平天くん、この前のジャンバリの、あ、はい、沖ひかるさんと牛尾さんの試写会、はい、試写会、久々に平定くんが出てる姿を見て、うん、むちゃくちゃ面白かったんですけど。ありがとうございます。
どうだったんですか、自分のあの感想を聞いて、評価みたいなやつを聞いて。あ、なんか、いや、思ったっていうか、はい、もうボロクソ言われるのかなと思ったら、はい、俺にとってはすごいいい感じに言ってもらえて、すごい、1回しかジャグラー光ってないのに面白かったんですよ、僕見てても。で、何かその評価をもらったのでコメントを言うチャンスなんじゃないですか。あー、なるほど、はい、お返しじゃないですけど、それはいらないですか、どうですか。いやいや、もう本当に奥さんは感謝し、奥さん感謝してるし、牛尾さんもお会いしたことないのに、牛尾さんのコメントがね、すごいちょっとね、響いたんですよ。でも、うん、牛尾さんとはほとんど会ったことがないんじゃなかったんですか。 ないね、一回もない、ね、だから結構ボロクソ言われるのかなと思ったの、はいはいはい、内容がひどかったから、はい、なんかやっぱ人間の大きさというか、なんかあれだけの素材というか、まあ編集もすごいよくしてくれたんだけど、あのデータで、素材で、なんだろう、そこまで俺のことを見てくれてるんだっていうのはすごい深いとこ、深いっていうかな、なんかいろんな見方して、いろんな方向から見てくれて、すごい良かったです、はい、なんか僕が言うのもあれなんですけど、なんかそのやっぱ2人のコメントが的確で面白いから、面白いですね。もうなんか1回しか光ってないのに、うん、ものすごい面白い映像になってますよね。なんかすごい何回か当てたのかなって錯覚するぐらいですよね。そうですよね。なんで僕も3回ぐらい見ましたけど、1回しか当たってない、あ、1回しか当たってない動画を3回ぐらい見て、やっぱ平天君のトークって強弱がないというか、ヒカルさんもおっしゃったんですけど、こうまったりまったりずっと見てられるような、あのやっぱり一番最初から動画を見ていたっていうのもあるんで、あの実家に帰った安心感そういったものがちょっとあるのかなみたいな。あ、どうなんすかね。なんかあの平天君が当たると嬉しいんですよ、なんかほっこりするとき、平天君当たったみたいな。ということで僕も平天君当たりました。スイカをこぼしたかなと思ったら、このデブタもリーチ名リーチ名だと思われます。ありがとうございます。で、これ赤七と白七があって、はい、そっち自動停車なんですけど、うん、こっち狙えるんですよ。で、白が止まると次回連チャン確定です。あ、そうなんだ。ピック、ありがとうございます。沖ひかるさんと牛尾さんと話をした瞬間に当たりました。ありがとうございます。もう400枚ですよ。400枚だ、すごいね。次連チャンしたらもう超えるね、北斗超え。ちげー、ブラジルのチャンス。いやー、どうかな。さあ、ラスト32ゲームだねー。さあ、来ました。さあ、リングの色は何色。白。さあ、一番期待のできない白ですけど、何度も通してます。33%。ここね、内部的に言ってなくても自力でレア役で突破させても2連目突破したことになるんで。ああ、なるほど。さあ、30、残り3ゲーム2。さあ、僕の方は3。おお、ギリギリ、すごい。これがマイフラワーのいいとこなんですよ。ギリギリまで、なるほど、あるんですよね。ってことで私白でも 33% を通った。今日俺やれる日。赤でもです。えいえい、えいえい。さあ、リングの色は青。青、レンチャンにはちょっとまだ期待できないのかなと。1ゲームレンチャン、チャンスもらいました。全然話変わってくる。変わってくる。はい、3連目 OK。 すごい、ちゃんと連チャン、すごい。はい、レギュラー。さあ、108ゲーム、天国いるかいないかのところ、ここを見てやめたいと思います。現在の時刻が15時26分なんで、これ A 点いくともうタイムオーバーなんで、ここの前兆を見て移動します。112、一応アップデンは新音なんで本前兆に若干期待できる。これ天国行ったらめちゃくちゃでかい。アイテムチャンス1枚持ってるんで弱い、まだ弱い。あー、これは待って、
あ、文字が出てくるんですけど、青、緑、赤があって、青だとね寒いんで緑か赤がいい。緑か、これあるな、これありますよ。ここには行かれない。緑は確か記憶上1回も外したことないと思うんですよ。2回目のベッドション、これは決まる。あー、今日ボイスが鳴らないですね。さあ、本日4回目の初当たり、初の天国、148ゲームもちこいです。押さないでアイテムチャンス1枚、この1枚が本当にラストチャンスか、レアパーがいい。 60% ぐらいで初期、あー違った、あー今日チャンス目分か、強チャンス目と同時に1000ポイント獲得したんで、強チャンス目分のパレットが出てきたと。初期パレットは取れてませんでしたが、赤、これはでかい、これはでかい、レアパワーがいい。あー、まあいいでしょう。いやー、これはね、生かしていきたい。ファーストステージはこのラストチャンス使わずに突破。押し合いしてほしいんですよ、押し合い、押し合い、押し合い、超えて、超え、ここも超えて、押し合いした、超えて、超えないんだら文字は赤。うわー、緑は弱い、緑は弱い。いやー、きついか、何か。いやー、使ってしまう、使ってしまう。あー、追加引いてる、追加引いてる。あー、固まった。あー、ダメだ。 OK、 ラストチャンス使ってません。危ない、ここから紫フラッシュない、ここもある、ない。ラストチャンス一応持ってます。使わずに突破でフィナーレですね。分岐点、やばい、ないか。いや、ここで固まる可能性はある。で、ラストチャンスの時にレア役引けば突破確定。ここ紫フラッシュ願って、ちょ、引きに行きましょう、引きに行きましょう。すいません、右と左どっちがいいですか。右と左、いや、二択なんですけど。あ、なるほど、なるね。男は黙って逆押しですよね。ですよね。右中左に決まってません。あ、そうだね。どっちだと思います。え、それでどれぐらい枚数変わるんですか。5万枚か0枚かじゃあ決めれねえなもうそのまま押さないで帰るまで怖くて。逆ハサミ行きがちだけどな。俺は逆押しですね、俺だったらね。逆ハサミ行きがちなんだけど、逆順だね。逆押しで、逆押しで、ありがとうございます。いや、逆押しって言われたんで逆バサミをしたいところですけれども、自分も逆押し払うんで、逆押しでいきます。やりましたな、言ったろ、ラスト AT いきます。いや、助かりました。3人のパワーです。バイオロセノー、ここも連打系なんで最大50な。あ、惜しい、いや惜しくはない。
OK。 このクリスのカットインがレバーオンして回転時に出てくればレア役なんですけど、今回はデフォルトバージョン。これは早い、これは早い、これも早い、これも早い。ただレア役の可能性はあるんですけども、やっぱ遅れた方がいい。リプレイか外れ、リプレイなら延平外れ。 92OK、 これで500枚は出るんで今日の最大獲得枚数までいけそうですね。ああ、いいね、パネルフラッシュも同時に。右リール中段に黒バー、オッケー、強チェリー、赤チャンスがいい、ノーマルチャンス。クリスも信用もかかって、あと1回ここ耐えてほしい。まだミッション行かなくていい。ああ早い、バイオゾーンまで来るか。30縛って、 OK、 リベンジ戦、リベンジ戦です。 20% リプレイ 50% ないかー。 20% OK、 いきました。やっそうですよ、しかも3分裂しちゃってる。これいったらでかい、いかない。うわー、今日贅沢パネルフラッシュが多いです。あ、また引いておりますか、強チャリー。やばいな、いや、まだやばくないですけど。あ、早い。あ、20だからいかないかな、いかない。もうこの時点でマシンガンチャンス確定。あ、激濃厚です。ルーカス PC 以外のスイカはマシンガンチャンス。そろそろ 50? おお、この時点で弱チャンスメか弱チェリーなんですけど、ルーカスエースは弱チェリーないんで、これ弱チャンスメでの乗せ激濃厚です。ない、地道に乗せてってますけど、今183ゲーム紹介予定、あと100ゲーム、何かで100ゲーム、ここで100ゲーム、ない。さあラスト4ゲーム、アップスルー、アップするラスト4ゲーム。だいたい行かないですよね、終了間近のステージアップは。ラスト、いやー、これは厳しいか。今日1回もワイルドファイヤーやってない、行かない。デフォルト仮面、893枚です。ピアノ、あ、日記バージョン。はい、ということで、私ペルペルの実践バイオ7シオン調査、この辺で終了したいと思います。詳しくはエンディングにて。まだ待ってるぞ。だから YouTuber ってこうオフパコっていうか、そういうオフ会でなんか女性となんかいろいろあるみたいな話もあるんですけど、うん、僕の友人の1万人の YouTuber、うん、まあ、A さんとしましょう、うん、その A さんはそれまでに1万5000人ぐらいまでの間に7、8人とそういう関係になったと、うん、聞いてくださいよ、僕15万人、うん、自分から言ってますよ、うん、オクパコ何でもしたいですと、ああかかってこいやと言って早5年0人ですこれ何、このやっぱりこの体型なのかな、
やっぱさすがに115キロの男とはさすがに一緒に寝れないんですかね。わかる、すごい止まらない。そうだよってこいつも言ってます。このメシベとオシベがお前とじゃ寝れねえよっていう。使えるから、ちゃんと使えるから、レギュラーボーナス、僕のあそこと一緒です。スモール、ゲテン君って8年も付き合ってたら、はい、どこのタイミングで結婚しようかなってなるんですか。あー、それはなんかね、なんとなく確かになんか逃した感はあるよね。だって8年って大体逃した感ないですか、うん、ある。なんか結婚しててもしてなくても同じみたいなイメージありますよね、うん、あるある。まあなんとなく40歳になる前に、はいはいはい、向こうが、ああなるほどなるほど、年齢的なことも。俺はもう40になったんだけど、はい、その時、はいはいはい、でもあれですね、ご年齢的にもお子様がねちゃんと授かってっていうのはすごく嬉しいことですよ ね、うん、でもね、そのね、だからあの保育園とか迎えに行くと、はいはいはい、みんなお父さんお母さん若いのよ。なるほどなるほど、平定君が結構でも待ってた、平定君も若く見れると見られてると思いますよ。いやいや、もうでもね、そこは違和感ないんじゃないかな。みんな若いなって思いながら、でもやっぱり保育園に行った時もやっぱりこう幼稚園があるわけじゃないですか、うん、そこに入る時にやっぱり入店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 って入ってくるんですか。入らない、入らない入らない、極力俺は違うぞと、平定君というものじゃなくて、うん、まあ父としてバレないように、バレないようにっていうか、まあ、もう基本的にどこ行ってもバレないんだけど。あ、バレないですか。全然もう閉店君のこと知ってる人が少ないから。嘘だ、全然バレない。じゃあ次行った時入店入店って言って入ってください。大体みんな分かりますよ。いや、分かんないと思う。嘘、分かんないよ。おい、当たりました。355ゲーム、全然見てなかった。なんかボケーとしてた。よっしゃ、よっしゃー、飲まれる前に当たりました。ギリギリ面白くないっすか、ヘテン君マイフラワー。あ、そうでもない。そうでもないね、そうでもないんだ。逆にすごいっすね、173ゲーム。はい、いいんすよ、平天さん。おい、行ってます、行ってます。やった。やりました。右、左、中、バケなんだね。あれ、レギュラー。バケなんだね。バケなんだね。ダメだ。びっくりした。俺がなったのか。俺がなったのかと思った。緑、ラストです。はい。やっぱり緑終わっちゃうんだね。実戦終了です。もうちょっと奥さんとの話聞きたかったのにな。ねえ、残念。10万円チャレンジャーズ実践終了。お疲れ様でした。見せ場だらけじゃないですか。いやいや、もういろいろ弾けましたわ、平定君のおかげで。朝一、そうだね、裏切ってくれたおかげで弾きました。バチが当たったのかな、俺は。本当ですよ。すごいよね。今年一番 6.5 大きで出したかもしれないです。びっくりだよね。びっくりしましたね。ハーデス、大嫌いから大好き変わりました。でも聞いたらあれなんでしょ、結構引き戻してたんでしょ。引き戻しのみで、本当に一撃みたいな形で、フリーズは、フリーズゴッドはいけなかったけど、ラストフリーズは引けて、相当薄いらしいんですけど、ね。薄いですね。すごいよね。それで、トータルが最後のマイフラワーも入れて投資が1000枚、ちょうど1000枚、お回収が2つ合わせて3800枚ほどと。ということでプラス2800枚ぐらいですかね。素晴らしい、すごい。ベルベル君は、私は朝から、最後までバイオセブン打っておりまして、投資が900枚、回収が2841枚です。すごい、プラスの2000枚弱ぐらいです。あの最後のあの逆順押し当たりました。あれはあそこが何枚上乗せてきたの。あそこは
860枚ぐらい出ました、ね、最後でもそれだけでね、それだけで ねあ、その800枚とマイフラワーの800枚で俺のが総裁されたような感じそうですね、そうですねあ、まあでも自分でね、タコ当て当ててみたいなもんですから ね、 もねいやいやもうね、一緒になって隣同士でマイフラワー打たなかったら出なかった、ね、多分もう画面映ってないかもしれないオープニングにて実践中、あれあいつ映ってねえなみたいな感じで、まあ、間違いないと思います、そうだと思います、でまたエンディングで、あ、やっぱいたんだみたいなずっとワイプで下の方にいるかもしれないですいやでも1回目にしてこの企画プラス収支で終わりました、はい、最終的に何枚プラスだったんですか。あ、最終的にそうだ、最終的に、はい、3456枚、3456、これ次の人どうなんですかねハードル高いですよ、ハードル高いよ ねこんだけ息が合わないっていうか、初対面の3人が合わさってここまでやれたんで、まあ立ち回りも息は合ってなかったけど朝一から合ってなかったけど、それでも3456枚、はい、プラスで、いやでもね、本当にあの未来ある 2人がね、見せ場を作っていただいて、本当におじさんはもう何も言うことないですそれ言われると俺らも絡めづらいですいやこれ見納めですから、本当これが僕がもうジャンバリ TV に出れるのはこれが最後だと思うんで、いや実写会へようこそ、あんなこと言ってましたから、そうだ、あ、もう一回出れる、もう一回出る、もう一回出れる、試写会に呼んでもらえる可能性がちょっとある、はい、あ、ここでそれを振っとくと、うん、お願いしますいやでももう一回この3人で、はい、あ、なんかやりたい、リベンジしたいですね、3000枚じゃあまだ全然足りないですよね、うん、回せ万枚ぐらいいけんじゃないかなって、そうですね、せっかくだって、ね、3000枚にいいですからね、うん、万枚出すの俺はでプラス1枚にもなんなかったからでもせっかくちょっとね、なんかこれきっかけで仲良くなれたんで、はい、またなんかどっかの場所で、そうですね、まあ、できればジャンバリさんで、ジャンバリさんで、はい共演できたらなと、はい、もう俺呼ばれることあんのかなと思って、大丈夫でしょ、あんじだけ見せますくれば、いや多分あの本当にあのアンチコメントだけやめて、あの応援だけよろしく、いやいや、ない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 、あんだけいい見せ場あれば、どうですか、うん、しかも最後俺をマイジャグラに、あ、マイジャグラじゃねえや、マイフラワーにね、導いてくれて、ね、その辺も総合評価で皆さんよろしくお願いします、お願いします、いいねと高評価、コメントもお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ということでなんと見事プラスで終わりました、10万円チャレンジャーズ勝ったぞ、えいえい、はい、OK です、ありがとうございました、すいません、ありがとうございました、いや、最高っす最後の最後までありがとうございました、楽しかったっす、なんか失礼なことあったらすいません、いやいや、全然ない全然ない、全くないです、本当にありがとうございます、いや、ありがとうございます、本当に楽しかったです、本当ありがとうございます、ありがとうございます。しんのすけさんによろしくお願いします。よろしくお願いします。何を言うか分かんないですけど、何を伝えるか分かんないけど、よろしくお願いします。はい、10万円チャレンジャーズ、新番組一発目ということで、私ペルペル、出演させていただきました。本当にありがとうございます。最初から緊張はしてなかったんですけれども、まあ得意のバイオセブンに座れて無事奇跡の完走できて大満足なんですけども、やっぱりもうちょっと。平天くんさんとかメガカスさんとかと話せればよかったかなと少しだけ後悔してしまいました。もし次あるとするならば勇気を出してこっちから喋りにかけていきたいと思います。いやでも今日は初多媒体様での収録だったんですけども、いい思い出にできてよかったなと思います。もし次ジャンバリドット TV さんで見かけるようでしたらよろしくお願いします。ジャンマリドット TV を見てくださった皆様、こんなような形でちょっと出させていただいたんですけれども、最後までご視聴いただきありがとうございます。また何かの機会があったら出たいと思いますので、最後高評価とコメント、メガカステに対して3人に対してでもいいのでよろしくお願いいたします。本当に平定君とペルペルさん初めて会ったんですけど、むちゃくちゃいい人です。むちゃくちゃいい人たちでした。ちょっとね、もう口も回らないぐらいメダルの方出しちゃったんで、今日はね、まあ、早めに帰っていい夢見たいと思います。それでは皆様また、メガカスタどうもお疲れ様です。いやもうちょい、まあ、見せ場とまでいかないんですけど、もうちょっと当たって
まあ喋んなくてもいいかなぐらいの絵は撮れるかなと勝手に思い込んでたんで、全く何も用意しなくて、まあ、これだったらねもうちょっとしっかり大の勉強して、大のことももうちょっと喋れた方が良かったのかなと深く反省しております。まあでもね結果的にはお二方がねすごいいい絵を撮っていただいて、出玉もね僕のマイナス分をカバーしていただいて、さらにね3000枚プラスという結果に追われて良かったと思っております。いやーどうだろうな、読んでもらえんのかな、ちょっと不安ではありますけれども、はい。まあ、これをきっかけにね、あのメガカス君の動画だったり、あとベルベル君の動画をね、ぜひともジャンボリ視聴者には見ていただきたいなと思っております。本日はどうもありがとうございました。えいえい。